明日はタイムテーブル出してみたんですけど、どうですか皆さん、あんな感じで大丈夫かな。30分ぐらい余らしてるのはお話し会の合間にできたらいいなって思ってるんですけど、あのお話し会の合間も30分きっちりは多分できないと思うので、星3周はできないんじゃないかなっていう感じですね。そう、丸5のところです。だからお話し会中の合間にやるか、あの帰ってきてパパってやるかです。15分だけでもやった方が、だから皆さんなるべく星は早めに満タンにしていただけたら嬉しいです。でも前の配信から30、あ、絶対3時間以上空けようと思ってるので、まあ、満タンにはなると思うんですけど、ぜひお願いします本当に。明日ちょっとね、これハマってるんだけどどうしよう。ずっと合間ずっとこうやってやってるんだけどどうしよう。お話し会参加するのでよろしくお願いします。いやありがとう。上島背低いよ。明日初出口、いや嬉しい。え、どうしようかな明日マジで。いやでも3週きっちり取るんだったら絶対にお話し会終わってからやった方がいいと思うんですよ。けどお話し会の一番最初の空き時間とかにやると最後の枠が2周できるんですよね。って考えたらお話し会の合間にやった方がカウントが稼げるんですかね。難しいな。どうしよう。けど結構お話し会がギリギリまでは、まあ明日は分かんないんですけど、この前ギリギリまでさせていただいてたので空き時間が30分ぐらいしかないんですよ。だから早めに終わると早めにできるんですけど、あとやっぱりみんなも多分配信やりたいと思うから、あと楽屋とかの様子にもよるんですよね。やっぱり最近ちょっと空きスペースがなんか広々いろんなところで離れて座ってるから、空いてる部屋とかがなかったりするんで、配信ならカウントに返していく。はい、まあでも明日はとりあえず前半の間に稼いで、最後の23時半からのやつは調節用として置いてるので、あそこはちょっと正直カウントと星1周できたらいいかなぐらいの気持ちなので、それまでにあそこは最後調節用として置いてるので、そう、正直お話し会の空き時間にやってもみんながやるから、まあでも星は集めやすいのかな。固まった？大丈夫？そうなんです。でもまあ焦らずに落ち着いてやりますね。もうやばいやばいとか言ってパパってやったらなんか もったいなくなっちゃいそうだから、それはやめます。そうですよね。だから空き時間にやるんだったら最終枠が2週か3週いけるような時間帯に設定しなきゃいけないから、そうだよね、空き時間そうだよね。だから最後の部の前の空き時間にやるとかはやめといた方がいいってことだよね。だから最悪朝3部あるんで2部の前の空き時間にやるのが一番ベストってことか。でその2部前の空き時間にできなかったらもう3部前の空き時間はしませんってした方が次の配信3周できるからってことですよね。明日私789でしたっけ、合ってる ?78 明日789があって、ここにやっちゃったら多分もったいないことをしちゃうと思うのでゲリラになるので、ここはしないの でここも多分できないので、7部と8部の間の空き時間が20分あったら空き時間になります。絵と声が遅れてる、なんだって早いかなでいいかな。
Wi-Fi 止める？今結構今日は空き時間あるからあと10分あれだから、だから8部の開始時間、7部と8部の間の空き時間に見といていただけたら、あの SNS とかをチェックしていていただけたら嬉しいです。もしかしたらゲリラでパパって始めちゃうかもしれないのでよろしくお願いします。でもうだから最悪空き時間にできなかったら帰ってきてバーってそのね近くでやって、でまた帰ってきてここ最後この枠やりたいなって思います。また昨日みたいにバタバタになるかもしれないんですけど、うん、でも空き時間にやったらメンバーとコラボできそうだな。なんか空き時間じゃなくてその帰り道とかだったらもう本当にみんなばらけて帰っちゃうんで、多分コラボはできない可能性が高くなるんですよね。だから空き時間にやった方がコラボはやりやすいんですよね。うん、ココナタンタンタンココナタン、まあまあ、来てくれそう、ずっと一緒にいるから。キューブの終わりはすぐ多分出ると思うんですよね。わかんない、終わり時間によるんですけど結構もうすぐ出ちゃうイメージ、うん、そうなんです。なんか結構ねあのコロナの影響でなるべく長いしちゃダメなんですよ。今楽屋に結構入れ替わりするようにしてるから楽屋の滞在時間を短くするみたいな感じがあって今その影響で、うちの会でよろしくお願いします。こちらこそです。さっきもずっと電話してました入れ替えも名前、まあ、確かに。でもねみんなもうね結構早く帰っちゃうんですよ。そうチュチュさんチュチュさんね、あーすごい久しぶりに、なんだっけ、レインボーロールじゃなくてあれよ、ハッピーハッピーバースデートゥーユー、もうすぐ4位、わー4位なりたい、ミラーボールだ、なんだっけ、嘘の天秤にミラーボールってあるよね。あ、明日は朝ご飯にママがお刺身を買ってきてくれたのでお刺身と白ご飯で食べたいなって思います。そうなんかファンの人に教えてもらったんですけど、ラピュタパンも私大好きなのでまた来週中に朝ごはんとしてラピュタパンも作りたいなって思ってます。明日はねお刺身食べます、ママが買ってきてくれた。で次の枠はあのさっきのこれみたいな、このシリーズのもう一つなんか面白いやつがあるんですよ、スイーツ作るやつで20分枠なので簡単にしかできないので、あのそのやつやって、で40分配信は私の出口家特製のうどん餃子というものをご紹介したいなと思うので、皆さんうどん餃子知ってますか？いや本当に見た方がいい。てか男性の方は本当にこのうどん餃子は星投げていただきたいんですけど、星アーカイブでもいいので見ていただきたいです。なので、用意するものはSNS にも載せたんですけど、ニラ、うどん一玉、豚ミンチで卵一つで味付けの塩コショウ、酒みりん、醤油です。すごいなんかね、で味付けでごまドレッシングとか青じそドレッシングとかポン酢とか用意していただけたらいいなと思います。キッチンからなんかお好み焼きみたいな感じになるやつです。でも多分全部は食べきれないんで基本料理今配信がメインになると思うんですけど、私の弟が大好きなものなので男性の方は結構好きなんじゃないかなって思いますね。心を込めてハート100個、初見さんありがとうございます。
そう、ママとねずっとね、うどん餃子紹介してよってママに言われてて、紹介したいって言って、餃子ドレッシングというか違和感でしょ、美味しいんですごまドレッシングが。そう、聞いたことある人は聞いたことあると思うんですよね。うん、私の家も結構普通にいつも作ってて、でもうどん餃子って何って言われるようになってから、あ、うどん餃子知らない人多いんだってなって、明日うまく作れるかわからないんですけど、ママが特製なので、私もまだ1回しか自分で作ったことないんですけど、ママよりうまいって言われてるので頑張って作っていきます。あ、犬います、ポメラニアンです、パルって言います。ワンは出口家特製ではないかもね。確かに特製ではないかも。ぜひ見てください。2週50巻と完了、今日全部これでよかった、ありがとう、嬉しい嬉しい。楽しい。まあ今日もね、一日あっという間だったわ、すごいな、ショールームのイベントしてあっという間、もういっぱいネタ今買ってきたので、早くやりたくてやりたくて仕方がないです。早く、でも早く終わらせたいのは、とりあえずあの辛ラーメンの激辛を早く食べて早く終わらせたい早く終わらせたい、あれを後ろのカフェは見えない、いるよあれを早く終わらせたいです。私はちょっと心臓に悪いです。そう、話し会も今日あったのか、わあ、なんかすごい一日が充実しすぎて、お話し会がなんかだいぶ前の話に聞こえる。2週と50カウントありがとう、ありがとう、本当にありがとう。辛ラーメンの激辛とか私絶対食べれない。20分配信の時にしよう、食べきれるかしますね。30分だったら余裕じゃない30分配信の時の方がいいかな、どうしよう。4位、うわー、頑張ろう、頑張ろう。食べるのは5分、イエーイ、いい、やられるよでもね20分配信の時に食べたらランキング読まなきゃいけないから、正直15分配信になるじゃん。わっ、4位になった、嬉しい、やだ、やった、やった、4位ありがとうございます。本当に今日も一日本当に皆さんがたくさん来てくださって、なんかこんなに何回も配信してたらなんか視聴者数見えるじゃないですか。そういうのってなんか減るのか、減っていくんじゃないかなとか思ってたんですよ。なんかでも本当にずっとたくさんの方に見ていただけて、なんか同じ毎回来てくださる方、たまにだけどたくさん来てくださる方とか、なんか本当に髪の毛、そう、なんか本当に嬉しいです。もうありがとうございます。もうなんだろう、もうとりあえず皆さん楽しんでいただけるようにすることが今の私のあの精一杯のできることなので、なんかリクエストがあればどうしどうし申しててください本当に、うん、あ、ではそろそろランキングを発表したいと思います。ラスト5分切ったので、13位、ケイシロウさん、ちょ、わー、ありがとうございます。初めての壇上ありがとうございます。また来てください、また星いっぱい投げてください。12位、犬の気持ちさん、お、犬の気持ち久しぶり、ありがとう犬の気持ち、めっちゃ昔に壇上見たことありますありがとう、また来てください。11位、じゅんじゅん、今日いっぱいありがとう。壇上でじゅんじゅんの名前いっぱい呼ばせていただきました。本当に力になってくれてありがとう。10位、よしきさん、さっき見た気がする。ありがとう、よしきさんも。これからも星いっぱい投げてくだされば嬉しいです。9位、もっちもね、イベント期間中とかもいっぱい来てくれてありがとう。最近めっちゃ来てくれるの嬉しいです。ランキング変わりましたね。13位、まさよしさんもありがとう。これからもいっぱいよろしくお願いします。まさよしさん。
12、あきら、久しぶり、元気にしてた、めっちゃ久しぶりじゃん、嬉しい、ありがとう、なんか感動するわ11位タクパパ、タクパパも本当にたくさん3位ランクインしてくれたり本当に嬉しいです、タクパパありがとう。パパ10位シロ、シロもいっぱい星投げてくれてありがとう、今日もいっぱいシロの名前呼ばせていただきました、ありがとうございます、食べっ子動物食べてね9位ダラスさん、ダラスさん明日会えるのかな、明日お話できるのかな、楽しみにしてます、ありがとう、待ってますね、ダラスですって言ってください8位マグマグ、お、マグマグいっぱい今日もたくさん来てくれてありがとうございます、本当にいつも私の支えになってくれてありがとう。7位みそっち、みそっちもありがとう、みそっちも最近よく名前を見るようになりました、嬉しいです、ありがとうみそっち。6位シュートくん、お、シュートくんもサッカーやってそうって言われた時野球でしたっけありがとうシュートくんもいっぱい来てくれて、また来てくださいお願いします、力を貸してください。5位キクリン、キクリンもいっぱい来てくれてありがとう、サングラス、キクリンもね本当に今日いっぱい見ました、ありがとう、嬉しいです。4位翔ちゃん、翔ちゃんもさっきも壇上乗ってくれてありがとうございます、嬉しいです、ランクインもしてくれてね、さっきは3位に、嬉しいです、ありがとう翔ちゃん。3位コロアンさん、コロアンさん嬉しいね、コロアンさん、コロアンさんね、コロアンさん、コロアンさんか、待ってね、にひ、あ、かっこよくね、見てコロワンさん、ありがとう、3位いっぱい今日も来てくれてありがとう、コロワンさんです。あ、2位りょうくん、りょうくん初めてここで似顔絵描くも、りょうくん、りょうくんはくるくるくる、りょうくんいつも笑ってるからくるくるくる、りょうくんありがとう、りょうくんテンパを意識しましたテンパじゃないかもしれないけど、ありがとうりょうくん、くる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 です。1位たくやん、たくやんもいっぱいアドバイスくれてありがとうね、たくやんはプーさんって耳どうなんだっけ、くーまのぷー、くーまのぷー、たた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 た、たくやん、たくやんありがとう、今日も本当にたくさん支えてくれてありがとう、あのたくさん理解できるようになってきて、あのスケジュール立てる時間も少しずつ早くなってきて、でもまだまだ計算ミスが多いのでぜひ皆さん、よろしくお願いします。レインボースターはすごく効果がありますので投げてください、お願いしますよろしくお願いします、効果ありまくります、あと26秒ぐらいですね、効果大です、よろしくお願いします。いや本当に明日は6時50分から少し早くなるんですけど、あの今日より10分早いんですけど、ぜひお願いします、あと12、13秒、皆さん今日はこれ終わったら早く寝てくださいね、明日も起きれたらよろしくお願いします。では皆さん今日もありがとうございました、また明日よろしくお願いします、ありがとう今日も一日。